速稼塾の久保でございます。先日ですね、黒川麻雀というものが警察署前で行われたそうなんですけども、そこにね、警察官の方がブワーッと出てきて、立ち退きを要求したりとかね、じっと見ているっていうのも、そういう図もありました。今でもね、YouTube でご覧になれると思いますけども、まだあれでしょ、東京では3密を避けろって言われてる時に、警察官の方が3密を作りに来てるっていう状況ってのは本当笑えるなと思いますよね。ここでね、麻雀に参加した数名の方が、陽性反応でやったらどういうふうな責任を取るのかなと思わないでもないんですけども、私が肝心なことだなと思うのは、警察の人、ね、今暇だなということですよね。これで仕事になるんだったらむちゃくちゃいいよなと思うんですよね。麻雀をしてて公園でね、もしくは路上でどんな重大な迷惑があるのか、そして迷惑がかかるとしても1人か2人でいいはずなんですよ。でこれね、十数名の方が来て取り囲んでただ見てるだけっていう、この威圧行為といいますか、暴力団とかね、ヤクザさんがやられてるような状況で、しかも無言でね、はっきり言って警察官の人も麻雀やってるじゃないですか、ね、賭け麻雀を。いや黙っててもそんなのみんな知ってますからね。で私も麻雀店経営してて、警察官の方がね、私服で来てるの知ってますよ、それは。職業の欄とか言わないですけども、やっぱりね、なんですか、普通の人のふりして来るんだったら、自分が警察官だと言っちゃいけないですよね。特に麻雀店のオーナーに、それはバラしますよ、そんな。だからね、やっぱり人の子ですよね、やっぱりね。ただ職業として警察を選んでるだけで、警察官になっただけで、国家公務員やっただけでね、職業として。その人一人を見たら、なんて言いますかね、純粋な一人の、男性だったり女性だったりするわけですよ。それいいことも悪いことも込みで生きてるわけですよ。警察官だから1から10まで全部正しいってことはないですからね。それはどっかにすねに傷を持つと身だと思いますし、法律もきちんと熟知してるわけでもないですしね。ただ国家権力が後ろにいるから、振りかざしてるだけじゃないですか。それはもうやってる方も分かってると思うんですよね。だからある程度の自制心といいますか、倫理っていうのが必要になってくると思いますし、市民に強く出ていけないところもあると思いますし、だからね、市民の方もね、警察官だからということで、敵対するっていう、マインドセットではなくってね、この人も職業としてこういうふうに、来てるけども、でも麻雀好きな人もいるかもしれないんで、どうぞ代わりにやりますかみたいな感じでね。警察官だってね、天狗とか天秤でやってるわけじゃないですか。警察署内でやってる例もあるわけじゃないですか。そういうことをね、教えてくれる人もいるんですけども、なかなか微笑ましいことじゃないですか。ではね、動画概要欄で適当に私が見つけた、天秤で賭け麻雀していたら謎の公務員に取り囲まれましたというね、本当謎の公務員ですよね。謎の公務員、これ公務員なんですかね。こういう格好をした普通の人がただ来ただけじゃないかって思うんですけどね。今警察官風のコスプレ衣装も安く売ってますからね。だから誰でも警察官になれるわけですよ。はっきり言ってね、着てるもので人は人格変わっちゃったりしますんで、警察官もね、その最たるもんではないかなと思うわけですけどね。さあ、ではそれではいかがでしょうか。警察の方がいらっしゃるんでね、安心して私たちも暮らしていけるというところもありますんで、全部が黒でも全部が白でもないですから、持ちつ持たれつやっていきましょう。それでは。